イメラジオ第2256回、今日は令和2年6月12日金曜日です。時刻は午前11時、もうすぐお昼となる金曜の朝です。空は曇ってて、朝方は明るい曇りだったのがちょっと本当に曇ってきましたね。雨降るんでしょうか。これはもう梅雨に入りました。2256回目の夢ラジオ、今回はワンポイント英熟語 What is A and B 取り上げます。 What is A and B、 これレベル高いですよ。 What is A and B、 しかも文の最初にしか来ませんから、 What は大文字で覚えた方がいいと思います。言えますか？ What is A and B？ A やら B やらでという、そんな意味です。 What is A and B？ A やら B やらで。だからなかなか字だけ見てても見えてこないでしょ。だからこういう字だけ見てもわからないと、こういうのこそ熟語として学ばないとね。What is snow and cold？ What is snow and cold？ We were totally exhausted. What is snow and cold? We were totally exhausted. 雪やら寒さやらで私たちは本当に疲れ切った。この A やら B やらでが良い意味になることはありません。だからちょうど今例文としてお話した雪やら寒さやらでという、こういう感じですよね。例えば、他に、天気が多いんですよね、これ例文としては。What is rain? What is rain and cold? ね。What is rain and cold? Our trip was disastrous. What is rain and cold? Our trip was disastrous. 雨やら寒さやらで、私たちの旅は、台無しだった。おそらく辞書でこのなんか What is A and B なんかの形でこれを引っ張り出してきても、例文としてはさっきお話してたようなちょっとマイナスのものが多いでしょうね。そういう表現なんです。 What is A and B、 A やら B やらで。夢ラジオ第2256回目、今回はワンポイント英熟語 A とか B とかで、 A やら B やらで、 What is A and B お話ししました。朝の放送はここまでです。